コンチャショータです。今回なんですけど、9月17日の更新情報を見ていこうかなと思います。まずですね、映画銀月、はい、無色転生コラボ来ますね。まあ、ちょっと私明日の昼は用事があるんで、まあそのタイミングで性能見ることはできないんですけど、まあ明日また無色転生コラボのキャラクターがやってきます。で MR キャラクターになりますので、神髄タンパックも同時発売と。であと参加券パック来てるんで、仮想の集いきますね。参加券ですね、前のツゴロクイベントでかなり集めた方多いかなと思うので、まあ欲しいキャラ、まあ強いキャラで言うと例えば孫権とかであったり、まあ奥義絡んでくるようなキャラクターがいれば取ってもらえばいいのかなと思います。でまあそれぐらいですね。でこちらがコラボのロキシーになります。やっぱ MR なんでこんな引き絵になるんやろ。だいぶ拡大しないとよくわかんなくんですけど、このキャラクターは私知ってますね。なんかちょっとだけ無色転生見たことあるんですけど、このキャラクターのは見たことあります。でまあ魔法使いだったと思うので、まあ多分帽子なんでしょうね、わかんないですけど、まあ帽子だと思っています。まあ攻め系のキャラクターかバフ系のキャラクターになるかはちょっと楽しみなところかなと思います。でこれマジっすかね、ナタ来ますね。はい、まあ1週間ナタが来るっていうところで、全然ですね、ロキシーとナタが来るっていうところで、今週は休みかと思っていたんですけど、全然そんなことないですね。めちゃめちゃ忙しいっていうか、持ってない方からすればかなり忙しくなってきたなという感じです。で続いて仮想の集いですね。趙雲と関羽、曹操、孔明、武田信玄が一斉に登場します。関羽とかなんかあんまり来ないイメージなんで、まあ取ってしまってもいいんじゃないかなって思う部分はあるんですけど、私は趙雲が確か奥義絡んでいたと思うので、まあ趙雲あたり回収したいなと思ってますね。はい、で続いて、あ、よかったですね、帰ってきました。遊園地のスタンプイベント帰ってきました。これしれっとなくなったらどうしようかと思ってたんですけど、安心しました。まあただですね、まあ、ロキシーとナタ取る方からすると結構これイベント被るのしんどいのかなと思うんで、まあ、3000元宝ですねとのところまでは、まあ、やっていただいて、まあ、あとはちょっとご自身の元宝と相談しながらやってもらうのがいいのかなと思います。でまあこれ3000元宝消費しないといけないんで、初日にやってしまうのが個人的にはおすすめです。私は何回か忘れてしまって、このイベントスルーしてしまったことが何回かあるんで、それがおすすめですね。で願い返しも来ます。でこれ無色転生コラボしてるからですかね、いつも 1.2 倍から2倍なんですけど、なぜか 1.3 倍から 2.2 倍になってます。まあこのまあ願い返しスルーする方はかなりレアかなと思うので、まあ忘れないようにしてください。以上ですかね。まあ明日はロキシーがまず、まあ結構ですね、前のエリスでしたっけ、あのキャラクターも強力というか、まあ尖ってはいたんで面白いキャラクターだなと思ったんですけど、まあこのロキシーもそんな感じになってくれたらいいなと思ってます。まあただ基本的におすすめはナタですね。カエサルとか出てきましたけど、やっぱりナタってまあ復活もできるし、デバフ耐性もあるし、バフ解除もできるし、まあ反射にも対策ができている、まあそんな感じのキャラクターになりますので、まあやっぱりナタはおすすめのキャラクターではあることには変わりないので、持ってない方はぜひとも回収していただければなと思っています。でまああと仮想の集いですね。まあ欲しいキャラクターとか奥義絡んでるキャラクターとかいらっしゃったら、この前の参加券回収したと思うので、そこでそれ使ってもらえばいいのかなと思います。まあ以上ですかね。まあ遊園地スタンプ、これも非常におすすめのイベントではありますので、まあここに元宝を集中してもらうっていうのも全然ありです。まあこんな感じですかね。まあこれで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。